今日はおにぎりです。でね、おにぎりでも子どもたちはね、油がね、この油がひょっとしたら遺伝子組み換えかもしれないしね、だからちょっとね、ツナ缶を使われると嫌だなと思うお母さんたちに朗報です。これからそのおにぎりを、ツナに似てるようなおにぎりを作っていきたいと思いますね。それはじゃーん、これがですね、瀬戸内海のちりめんじゃこなんです。はい、フライパンがある程度こうね、いい、温度になって熱くなった時にこういっていきます。焦がさないように入れます。パチ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 いってきてますね。これはじゃこがフライパンの中で踊ってるぐらいそういう感じだね。はい、止めましょう。でこれをですね、やっぱり冷まさなきゃいけないんですよ。さあ、豊家の石倉一本、とても美味しいとか、ちょうどねこの辺が美味しい、まあこのぐらいの量でいいと思います。まず4等分します。ワン、ツー、スリー。さあ、これからまたこれをみじん切りです。まあ玉ねぎ、ネギ系っていうのはね、皆さんにねすっごく栄養も与えるし免疫も強くなるんだよね。はい、じゃあそれも半分、同等1対1です。はい、ホメガオイルです。このホメガオイル、もうねオメガ3がいっぱいあります。だいたい小さじ1杯、ここにホメガオイルを混ぜてください。そしてこの木揚げ醤油、1年もので構いません。これも小さじ1杯ぐらい混ぜます、入れますね。一味でも構いません。七味がを、はい、一振り、二振り、あ、これは一味だな、じゃあ三振りでいいな、一味だったらぐらい入れます。ちょっと辛い感じにします。マヨネーズですね。豆乳、くり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 と一押し、はい、これ大きさだったらくりくりくり、二押しぐらいでいいですね。うん、ツナマヨネーズみたいな形になりましたよね。うん、じゃあ海苔を焼きましょう。さあ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 、この豊家の焼き塩を、豊家前に巻きますね。ここにこれをツナマヨネーズもどきのちりめんじゃこ、そしてこれを結構ね持って入れてください。こうね、今ね、ここにもう一回ね、この上にそうご飯を乗っけるわけね。そうするとこのサランラップは次の時にまた使えるから、はい、1、2、3、まあ、あまりキュッとしなくてもいいんだね。海苔をかけて、はい、召し上がれ、できました。召し上がりましょう。だしがいただきます。これはめよ、みんなお母さん、はい、食べてください。いただきます。さ、真面目に美味しいです。うん、これネギってこういい味立ってるよね。美味しいでしょ。美味しいです。国長がそう言ってくれました。嬉しいです。以上をもちまして、言うたらこの3分クック終わりました。小川国長でした